ボンジュー皆様こんにちは、フィグマニのガクです。今日はですね、こちらホットトイズムービーマスターピースアントマン&ワスプからアントマンの開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。昨日ですね、こちらのアントマンのアンボクシングの動画 YouTube の方に上げさせていただいたんですけど、今回はですね、解説動画ということで、声ありで動画の方を撮らさせていただいております。こちらのですね、アントマンのフィギュアなんですけど、ホットトイズの MMS497 ですね。 MMS497 で、以前ですね、もうすでにアントマンのフィギュアはですね、 MMS308 ですね、アントマンの映画の第1作目のフィギュアが発売しておりまして、その後ですね、 MMS362 ですね、シビルウォー版のアントマンも発売しておりまして、今回こちらですね、 MMS497 アントマン&ザ・ワスプということでね、映画アントマンの映画では2作目のフィギュアなんですけど、ホットトイズのアントマンのフィギュアはこちらでね、3体目ということでね、まあ、ちょっと残念なことに、うちにはですね、こちらのアントマン&ワスプの3体目のね、一番新しいアントマンしかいないので、ちょっと比較することができないんですけど、早速ね、箱の方から出して開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。それではいつものようにね、箱の方から見ていきたいと思います。いつものようにね、映画のロゴが入ってますね。マーベルアントマン&ザ・ワスプということでね、僕も結構ですね、アントマン&ワスプ映画1作も2作目を両方好きでですね、よく見てるんですけどね、もうすでに2、3回見てますね、こちらの映画ね。で、今回こちらね、その映画の中からアントマン主人公ですね、主人公のスコット・ラングですね。で、こちらこのようにね、箱に大きく映画のロゴが入ってまして、側面はこのような感じでね、アントマンのこう象徴的な赤をね、基調にした箱になってますね。それでは箱の方ね、開けてみたいと思います。このようにですね、箱を開けますと内蓋がね、いつものようについてますね。キャストとかクルーの名前がね、ついてますね。このような感じでですね、ブリスターパックですね、いつものホットトイズさんのブリスターパックに入っておりまして、そこにですね、このような感じで台座につけるこう背景ボードっていうんでしょうかね、アントマン&ザ・ワスプのこうアントマンがちっちゃくなって大きくなっていくような感じのイラストでね、表現された背景ボードがね、入っております。僕はやっぱり使うことないと思いますのでね、このまま開けずに取っとこうかなと思ってますね。で、ブリスターの脇には取扱説明書ですね。やっぱりこうアイロンマンとか他のちょっと豪華なデラックスフィギュアに比べて、そんなにね、説明する箇所もないということで、取扱説明書もシンプルになってますね。それではブリスターの方ね、開けてみたいと思います。もうすでにですね、開封レビューアンボクシングの動画を撮るときに開けているのでね、もう中はどのような感じか分かっているんですけど、このような感じでブリスターの中にね、こう所狭しと付属品がね、梱包されておりますね。それではですね、本体の方から見ていきたいと思います。このような感じでアントマンですね、主人公のスコット・ラングですね。ね、アントマン第1作、あとシビル・ウォーのアントマンのスーツね、映画の中ではそんなに変わってないような感じだったんですけど、実は結構変わってるようでね、できれば本当に第1作目とシビル・ウォー版のね、アントマンも購入していつか比べてみたいなと思ってるんですけどね。いつものように首が動きますし、あと腕の関節ですね、腕も結構やっぱり他のホットトイズのフィギュアのと同じように30箇所ですね、全部で合計30箇所動くということでね、結構足の関節もですね、くねくね動きますし、スーツがね、こうボディに干渉して動かしにくいっていうことはあまりないですね、他のフィギュアに比べてね。結構細かいところまでよくできてますね。こちらですね、アントマンのこちらのこうボディースーツですね、ボディースーツなんですけど、シビルウォーのキャプテンアメリカからホットトイズさんのですね、デザインが一新されて、全体的にですね、細かいエンボス加工の入っている生地にこうプリントが施されていたり、ディテールですねがこう追加されて、こちらのフィギュアのね、衣装ができているということでね、やっぱりこうエンボス加工のこういったこう流行りっていうのは、映画のスーパーヒーローのね、衣装なんかにもやっぱりこう
影響されていて、以前はね、昔の映画ですと本当に布でできたスーパーヒーローのスーツが多かったんですけどね、最近の映画ですとかなりエンボス加工が施されたディテールのね、細かいスーツの生地が使われているのでね、ホットトイズさんもそれをこう忠実に再現してるなと思うんですけどね、いかがでしょうかね。でこのようにですね、肘当てですね、肘当ての部分ですね、このようについていて取り外すことはできないんですけどね。でこちら肩のですね、肩当ての部分はこうちょっと強いマジックテープでできているので、このようにですね、注意深く外してあげると肩ですね、簡単にマジックテープ剥がれますのでね。で結構保持力のあるマジックテープなので、外す時にですね、ゆっくり丁寧にやらないとマジックテープですね、こちらこのようにですね、マジックテープですね、接着剤でついているだけだと思うので簡単にね、剥がれてしまうのでね、こちらの肩のパッド取る時、こちらのマジックテープ剥がれないようにね、十分気をつけて丁寧にね、剥がすようにしてくださいね。でこちら足の部分ですね、足の膝の部分も膝当てがついておりますね。で靴はですね、こちらですね、足首がこう回って前後に移動するだけで、つま先の部分はね、動かないのでちょっと可動が制限されてますね。ベルトなんですけど、ベルトはですね、ちょっとだけですね、上下に動かすことができるので、ポージングするときにね、こちらのベルトの上下ちょっと上げたり下げたりして動かしやすくなっているということですね。外すことはできないようですね。でこちら肩の部分ですね、肩の部分こう後ろの 背面なんですけど、プラスチックのね、こう背中当てっていうんでしょうかね、バックの部分ですね。でこちらですね、腕当ての部分もプラスチックでできてますね。ね、ヘルメットの部分も細部までね、よくできてますね。中のスコットラングのね、お顔までしっかり目の表現までされていてね、実際どのようなこう感じで塗られているのか、ヘルメットの中のフェイスのパーツね、一体どうなってるのかちょっと興味があるのでね。でまたこちらですね、頭の上のパーツを剥がしますと、このようにね、ボタンがついているのでライトアップができますのでね、ちょっと電気を消してみましたのでね、このような感じでライトアップできますね。結構ね、強く光るのでね、いいですね。目の中と、あとちょっとこちらの口元からね、光が若干漏れるような感じでね、ライトアップされるような感じですね。まあ一応遊び終わったらですね、電池の方はやっぱり劣化してね、液漏れの原因になりますのでね、僕はすぐ外してしまうので、こちらの撮影が終わったらすぐね、電池の方を外そうと思ってますね。ちょっと残念なんですけどね、まあライトアップして遊ぶことあんまりないのでね。でまたホットトイズのフィギュアのボタン電池すごくちっちゃくてですね、なかなか購入するのにも簡単にね、Amazon とかで購入しないといけないので、すぐ見つかるような電池の種類ではないのでね、僕はすぐ遊び終わったら外すように心がけてますね。アントマン、スコットラング、俳優のね、ポール・ラットさんが演じているので、そちらの肖像権をね、クリアして作られたヘッドパーツになりますね。結構ですね、買う前にこちらのニヤリ顔っていうんでしょうかね、笑顔のスコットラングのフェイス、かなりこう不評だったと言いますか、なんで笑っているんだというんですかね、 なんで口を閉じてないんだとか、もうちょっとこう閉まった顔が良かったとか、いろいろね、こう感想を聞いていたので、実際はどんなものかと思ってね、ドキドキヒヤヒヤして今回購入したんですけど、実際ですね、僕は俳優ですね、ポール・ラットさんによく似てるのではないかと思うんですね。でスコットラング役ですね、キャラクター的にもやっぱり笑ってる感じっていうんですかね、コミカルな演技が多いので、こちらのね、お顔、これはこれでこう当たりではないか、正解ではないかな、個人的には思うんですけどね、いかがでしょうかね。結構ね、よく似てますよね。ちょっとこう若干頭が大きめかなとは思うんですけど、まあ本当にこう人間らしい感じでいいのかなと思ったりもしてますね。かなりよく似てますよね、フェイスのこちらの肌の感じですとか、シワですとかね、髪の表現なんかも全てこうハンドペイントでね、作られているということで、まあ大量生産なんですけど、ハンドペイントでね、一点一点塗られているということで、手のかかったフェイスパーツなのでね、かなりこう似てるとは思うのでね、僕はこう個人的にはかなり結構満足してますね、こちらのね、スコットラングのフェイスね、よくできてると思いますね。でこちらですね、
あの付属品でですね、こちらですね、ヘルメットが閉じた状態のね、ヘルメットを背中のですね、こちらのプラスチックのパーツに切り込みが入っているので、こちらに差し込む感じでね、ヘルメットを開いた状態でこう畳んだ状態の表現ができるということでね、この辺もかなりね、よく手の込んだディテールの部分なんですけどね、なってもなくてもあまり変わらないような感じなんですけど、まあね、すごくいいと思いますね。ヘルメットをこう並べた時にヘルメットかぶった状態と開けた状態でね、表現できるということでね、すごくいいと思いますね。手を開いた時の手首の交換パーツ2のこちらがですね、対象物のディスクを持った時のね、こう手のパーツ2種類ついてますね。しっかりですね、こちらあのボタンもね、手袋にボタンもついていて、かっこ大きくなったりちっちゃくなったりする時のね、ボタンがしっかりついている、細かいところまでね、ゲールが施された手首の交換用のパーツになってますね。またこちらですね、アントマンのミニフィギュアがついてますね。 2.7 センチ、3センチ弱のね、本当にちっちゃなフィギュアで、アントマンがね、縮小した時のフィギュアがついて、しっかりですね、細部まで塗り分けられていてね、さすが高級フィギュアだなぁなんて思いますね。その他にもこのような感じで、ディスクですね、対象物の大きさを変える、大きくしたりちっちゃくしたりするね、ディスク、青と赤のね、ボタンが色分けされているディスクが2枚ついてますね。で、こちらがですね、持ち運び用のちっちゃくなった研究所ですね。スコットランドたちがね、研究に使う研究所で、持ち手の部分がですね、このような感じで外すことができて、こちらの長い持ち手に変えて、旅行バッグのような感じでね、持ち運ぶことができるという優れもののね、付属品ですね。こちらの研究所ですね、かなり細かくですね、屋上のアンテナですとかね、パラボナの部分とか、こう屋上のディテールまでしっかり施されていてですね、このように窓もしっかりですね、色分けされていて、かなり細かい作りですね。で、そこの部分にですね、車がついているので、こうしっかりね、こう回して持ち運ぶすることができるということでね、なくてもいいような部分なんですけどね、細かい作りですごく好印象ですね。で、こちらがですね、今回の台座になりますね。いつものように股の下で挟む感じでしょうかね。一応こちらのタイプですね、支柱の部分がぐらついてしまってね、結構安定感がなかったりするのでね、あまりこう使いにくい台座なんですけどね。逆にこちらですね、マーベルアントマン&ザ・ワスプということでね、イラストがこう配置されていて、ちっちゃくなるところから大きくなるところまでのこういったこう背景ボードと同じような感じの、ね、イラストが施されてますね。で、こちらスコットラングのね、名前が入っているネームプレートではないんですけど、ネーム入りのね、台座になっております。はい、それではね、すべて付属品の方を出してみました。今回のですね、アントマンスコットラングですね、こちらですね、2018年に発表されて、2020年にですね、35,000円で日本で発売されました。僕はですね、2021年、最近ですね、香港のお店からですね、1,600香港ドルですね、約23,000円でお迎えさせていただいたんですけどね、一時期 こちらのアントマンですね、約やっぱりこう3体目のアントマンということで、あまりですね、売れ行きが良くなかったのか、たくさんね、作ってしまったのか、ちょっとわからないんですけどね、かなり値崩れしていて、2万円前後でね、日本でも購入できたと思いますのでね、まあ、あの、3万5千円でも、まあ、比較的ね、最近のホットトイズさんの中ではお安いなとは思うんですけど、まあ、2万円前後であればね、本当にお手頃な感じで、迷っている方がいたらね、お迎えしてもいいんではないかと思いますね。やっぱりこう、付属品は少ないんですけど、逆に付属品が少ないゆえにですね、扱いやすいといった面もありますしね、こういった感じのこう、なんですか、ガシガシ動かせるアクションフィギュアっていうんですか、ユニフォームにあまりゴテゴテとした装飾がされてないので、扱いやすいですしね、遊びやすいので本当に好印象でしたね、今回のアントマンね。で、こちらのフェイスですね、
ポールラットさんもよく似ておりましたしね。なので本当にもう満足の一品だと思いますね。このような感じで、ね、ヘルメットで飾ってもかっこいいですしね。まあこれぞアントマンっていった感じでね、結構こうヘルメットで飾っておくパターンがうちは多いかなといった感じでしょうかね。ね、できればアントマンね、これからもどん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 ね、一作目、シビルウォー版とね、集めていって、でね、並べてこう比較できたらいいなと思ってるんですけどね、いつかね中古で安くなってたらちょっとお迎えしてみようかなと思うんですけど、やっぱりこの辺のですね、こちらの細かいエンボス加工されたスーツですね、どのぐらい持つのかがちょっとわからないのでね、かなり古いものなので、 MMS308 であったりね、362でかなり古いのでね、劣化していたりね、ポロ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 こう壊れて剥がれていってしまうような感じの品質であったらちょっと買うの怖いなと思ってるのでね、無理して過去の作品ですね、あの比較対象としてお迎えするのは避けようかなとは思ってるんですけどね、アントマンかなり個人的には好きなキャラクターなのでね、これからも集めていけたらなと思ってるんですけどね。それではですね、前回開封レビューさせていただいたスターロードクイルとね、ちょっと比べてみたいと思います。大きさ的にはですね、若干クイルの方が背が大きめな感じでしょうかね。頭の大きさではないと思うんですけどね、こちらのスコットラングの方が頭は大きい感じでしょうかね。クイルに比べてね。でも背の高さは若干スターロードの方がね、背が高いような感じの仕様になってますね。こう見てみるとですね、うちにいるホットトイズのフィギュアですね、アイアンマンのマーク7にスターロードにアントマンとね、赤いこう色のフィギュアキャラクターが多いなっていうのがね、ちょっとその辺の感じがね最近してるんですけどね、まあマーベルの、まあ、ロゴからして赤いのでね、赤いキャラクターが多いのかなとも思うんですけどね、スパイダーマンも赤いですしね、ドクターストレンジもね、赤とブルーだったり、やっぱり赤が使われてるのが多いので、やっぱりこうヒーローものに赤っていうのはやっぱりこうなくてはならないお色なのかななんてちょっと思ったりもしましたね。やっぱりこのように俳優のですね、顔のついたフィギュア2体並ぶとですね、絵になっていいですね。こうハリウッド版っぽい感じの、こう映画版っぽい感じでね、すごくホットトイズらしくていいのではないかと個人的には思ってるのでね、できれば映画のですねフィギュアには俳優のね、本当に素顔のフェイスがねついていたらやっぱり買いだなと思うのでね、これからもできればね、ケチらないでどん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 スターのね、お顔のついたフィギュア作ってくれたらいいなと思いますね。はい、それではですね、今回のアントマン&ワスプからアントマンのフィギュアの開封レビューいかがだったでしょうか。ちょっとね、簡単にさらっと開封レビューさせていただいたんですけどね、こちらのアントマン、すごくですね、個人的には気に入っているフィギュアなのでね、扱いやすくて遊びやすいですのでね、アイアンマンすごくこう重さがあって、こう高級感もあっていいんですけど、ちょっと遊びにくいのでね、やっぱりスターロードであったり、こういった今回のねアントマンであったり、こういった感じのこう人型フィギュア系の方がやっぱりこう手に取ってね軽いので、遊びやすい、ポージングしやすいので、すごくですね満足度が高いアイテムだったなと思いますのでね。で、やっぱりこうお安くなってるのでね、ぜひ興味のある方がいらっしゃいましたら、日本のアマゾンさんですとかね、アミアミさんでも売ってると思いますので、あとトイサピエンスさんですね、正式公式ショップさんですね、ホットトイズさんの正規代理店トイサピエンスさんでも販売してると思いますので、よろしければ探してみてください。はい、それではですね、今回のアントマンの開封レビューいかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録の方も何卒どうかよろしくお願いいたします。それでは次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。フィグマニのガクでした。まあ、このような感じでね、クリス・プラットさんですね、クイルと比べたら、まあ、どちらもね、似てますよね。まあ、どちらかというと、クリス・プラットさんの方が、こう、イケメン補正が入っているかなっていった感じでね、より小顔に、こう、引き締まった感じでね、作られていますね。実際はもうちょっとクリス・プラットぽっちゃりとしてるというか、もうちょっと太ってるような感じがするんですけどね、顔も大きそうですしね、逆にね、スコット・ラングの方が、こう、ポール・ラットさんの方が、
小柄なんではないかななんて思うんですけどね、実際並べるとポール・ラットさんのねフェースの方が頭が大きめにできてますね。コミカルな印象が強くなってますね。